やっていきます。どうも、アザラシです。スパロボアルファ実況をね、またやっていきますよ。またやっていきます。どうしようかな、このお金。何に使おうかな。いろいろ人数増えたんだけどね。誰に使うのがいいのやら。ウラキ使いたいけど。ウラキ使いたいけど。試作1号機が弱すぎる。ビームサーベルも使いたいけどな。まあ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 、でもね、せっかくだし触ってるか。せっかくだし使っていくかな。ウラキ試作1号機、こんなの調子に乗って使うてから落ちたらもうことだぞ、ことだぞ。ブースターだけか。ブースター、アーカムインでもつけとく？マグネットコーティングより。うん、アーガも遅いの困るもん。で、試作1号機にマグネットコーティングをつけます。OK でしょう。じゃあ行きます。はい。いいね。いいね。いいか？バニングなんかに誰かに乗せた方がいいんじゃないか、バニングを。アムロ今何乗ってる？アレックスか。まあそうなるよ、しゃあないよ、しゃあない。これでいこう。おい、ふい。で、今回から思ったんだけどさ、あまり特に必要ない戦闘シーンはカットしていきます。で、このストーリーのパート、ここをしっかり読んでいく。これの方がいいと思う。正直。このストーリー部分さ、大事だよ、多分ね。ノベルゲームじゃないけどさ、これをおろそかにして、必要のないさ、戦闘シーンをさ、何度もやるよりは、こっち大事にしていこう、じゃないか。ね。噂に名高い、九大天皇の一人、人口大砲の、はい、そういうのも何言ってんだかよくわかんねえ。ところで三等賞かな。BF 弾によって完全に破壊されてしまいました。何もありません。もう、あんまり聞いてきたことのない名前が、安西博士。銀霊君と鉄義君が護衛してくれている。ジャイアントの子は、格納庫で整備中だ。草間大作君もそこにいる。兄貴。大操さん、おお、鉄牛に銀で元気そうで何よりだ。濃いメンツ、五先生の付き添いでな。もうね、よくわかんないからね、誰が誰やら。横浜じゃ冷や汗が出ましたぜ。大操の兄貴が助けに来てくれると思ってたのに、よ、あんなクソガキが来るとは。僕じゃ不安だったんですか。兄貴、誰がクソギだって？大体な、そのガキにつけるって言ったら。あのロボット、素手で。いつもこの調子なんだから。大将さん、鉄牛さん、基地にいるからって気を抜きすぎです。まだ任務は終わったわけじゃん。喋るったらないな。喋ってないけどな。ここら辺をフルボイスにする意味があるかどうかだよな。できるんだと思うんだよ、正直。声優に金払えばいいだけだから。どこで何をしていた。だが、対策はいきなりあんなロボットを背負わされ、何の覚悟もないまま、エキスパートとしての使命を負わされた。いきなりだ！何もかもいきなりだ！俺たちが12の頃、そんなものに耐えきれたか。熱い。何も知らずに気づいた頃には、父親を BF 団に殺され、残されたのはジャイアントロボだけだ。
そんな子供に対して俺たちに何ができる。そう、何もできん。ただ一つだけやるとすれば、俺たちは対策を間違った大人にしてはいけない。それだけだ。兄貴だな。でもよ兄貴、俺は12の時にはもう人を殺してたんだ。うえー、それで幕引きかよ、話の。おい、ご先生。ごかくれか。語学人。もうな、読み方教えて、この辺の名前をさ。なんか間違ってたら恥ずかしいから。読み方教えてください。ルビ振ってルビ、最初だけルビを。まああれか。あの、ゲーム始める前にあの、キャラクター図鑑とか読んどきゃいいんか。この、スパロボの中の。ロボと一緒に戦って、リギクタンの魔の手から世界を救う、それが父さんとの約束ですから。うるせえ。ところで銀霊、君に頼まれていたものを国連、国際警察機構の北京って今読もうとした。北京と読もうとした。北京。グレタ・ガルボで、グレタ・ガルボって何？で、調整を済ませておいたから、何かあった時はすぐに出せるようになっている。早速ですが、安西先生、これが例の発掘兵器のデータですか？拝見させていただきます。これは、目が開いた目が。そんな、信じられない。いや、あの遺跡は、もう読めねえんだよ。シユーズカ？これ。あの、シユーっていう字じゃないか、これ。シユーも。読み方わからんのだが、中国神話最強の軍神、そして伝説の天皇、皇帝との戦いで敗れ、封印された魔人のこと。そしてその、私有で合ってると思うんだよ、最近なんか。三国志のゲームかなんかでもそんなの出てきた気がする、名前が。ゲームかなんか。じゃあ、安西先生は、その魔人を発掘したんですか？2000年前のもの、そんな時代に超奇人が存在しているとは。でも、私は好みました。竜型と虎型の超奇人2体を。スーパーロボットのことですよね。でも2000年前の中国にそんなものがあったんですか？その2体の発掘兵器は起動が可能な状態だったのですか？でも、詳細な調査を行おうとしていた時に、ビーフ団が遺跡を襲ったのです。いえ、あの発掘兵器はまだ起動していないと思います。少なくとも私が BF 団に囚われていた時点では、そうでした。博士は BF 団で発掘兵器の何を調べておられたのですか？五元素の循環を応用した装置で動くようでした。では、自然界の気の流れを応用した永久機関で動いていると。永久機関なんですか？魂。ブレンパワードかな。なんていうことだ。そんな兵器は BF 団の手に渡ってしまったというのか。持ってしなくてもあの2体の眠りを解くことは不可能でした。そこで彼らは同じようなロボットの技術を持つドクターヘルに超奇人の、それはいい手段でしょうね。なんかあの機械獣ってどういう理由で動いてんのっていうところあるかな。ただ、弱いぞ、きっと。多分弱いぞ。ドクターヘルに。ドクターヘル、なんかすごく、このスパロボ内では、なんか、有能な人物みたいな感じになってるな。ドクターヘルが発掘兵器を使って反逆する可能性は非常に高いはずなのに。それに BF 団は発掘兵器の詳しい情報を持つ安西博士に何の処置もしていない。しかも横浜の事件以来博士の追っ手も出されていない。これは我々発掘兵器の情報を故意に与えているとしか思えない。一体 BF 団は何のために。これ安西博士怪しいな。なんだ。ふぃんよ。敵の襲撃。これでジャイアントロボが仲間になってくると嬉しいけど、ジャイアントロボの稼いだ13,400円ぐらいが、12,300円が、あの、フルバーニアの改造費に当てられてしまったので、ちょっと、あれですね。まずいことになった。計算が。敵はどこにいるのだ。
ジェガンを緊急発進する。ジェガンなんか出す意味ある？大型ジェガンタイプではな。お、人型兵器っていうか人。衝撃のアルベルト、どんな動きするんだろう 3D で。もう覚えてねえ、もうどんなだったかな。そのサイズ感だけは正しいの。マスタージアかな。何事ジェガンが、この大型ジェガンタイプではな。こうしてみるとジェガンはまあまあ かっこいいね。緑が濃いけど、ジェガンが、どうした、大した抵抗もできないのか。この支部はお前らの中でもトップクラスの実力だと聞いているぞ。普通にマスターアジア。十傑集 B 軍団の最高幹部が、彼らは一人で一個師団をはるかに上回る戦力を持っています。ヤツの狙いは何だ。それはちょうどいい。この機に乗じてあの草間大作と安西博士を始末しておくとするか。私の銀霊で安西博士と大作もこの基地から避難させます。頼む。こんな人もうどうしようもならんぞ。ジェガンとかを一撃で倒すような男。ジェガンを倒すような男。なぜ浮く。国際警察機構北京支部がジャイアントロボを参考にして開発したロボットよ。ほんまや。乗ってて恥ずかしいような。3人乗ってるのか、4人乗ってるのか。あのようなロボットを新たに開発していたのか。だが無駄なことだ。はいはい。銀霊、十傑集が相手では期待が持たない。防御するんだ。防御ね。レベル25。勝てそうな気が全くしないな。当たらんよな、まずこの手の敵はな。どういう、死ねえ。お、別の攻撃、変な飛び方してる。大丈夫、まだやれるわ。まあね、ああいうのをさ、あの取っといてさ、今のさ取っといてさ、大丈夫、まだやれるわ。俺が喋んなければよかったわ。こしゃくな。俺が喋らなければそのまま今のキャプチャーして、あれだ、あの YouTube に上げて、衝撃のアルベルト戦闘シーンみたいなんでさ、動画に一つでも上げたらよかった。そして再生数は俺が実況してるよりも人伸びたはずだ。スーパーロボットアルファ対戦アルファ、衝撃のアルベルト戦闘シーン。貴様か。手継ぎ、博士たちと一緒に行け。へい、で兄貴は、こんな野郎俺一人で十分だ。アルベルトの産業、この俺がいない、いる限り勝手な真似はさせねえぜ。衝撃のさっきアルベルトって言ったやん。この機会に始末しておこうと思ったのだが、今回わしの勇み足だったようだ。なんだと、ここで貴様との決着をつけても良いのだが、貴様がいてアガマ隊がいないとなると別の任務を優先すればならんのでな。別の任務とは。さらばだ大操。大操、また会おう。言わん、あとは任せたぞ。あのあれじゃ、土偶の人や。大して強くもない。近いよ。採用、ビッグファイヤーのエキスパート、オロシャのイワン。オロシャのイワン、おとりっていうか、始末しに。やれ、ウラヌス。ほう、ほう、オートガード回路が。おお、出てきた。なんでこの辺のロボたちは普通に浮いてんだ、外の空に。それに
浮くな浮くな。ロボ、そいつを捕まえろ。間抜けな声だ。なんか山口勝平がなんかなんだっけ、落語をするみたいな。それを死に近いところまで、うちじゃない、近くに来てるとかなんとか、そういうふうな、近くに来るみたいな話を聞いたぞ。なんかどこだったかな、イオンだったかな。地上にいたい。当たるよね、やっぱ地形効果を受けたいのでね。倒すよ、もう倒してしまうよ。そしたら全力パンチぐらいは見てもいいよね。すごいな、最初のこの自分の意図でやる戦闘シーンまで16分かかりました。皆さんが静かになるまで16分かかりました。割と気に入っているジャイアントロボの戦闘シーン、重々しくて良い。ああ、なんだろう、その軽妙なロボットの動きをこのドリキャスのこのグラフィックスでは厳しいけど、ジャイアントロボぐらい重い動きだと割といい、いい感じの重みが出ている。そして謎の速い描写、時間の止まったスローモーション、速い描写のパンチが火を吹くんじゃ。押せ押せ、はよ当て。強い、3分の1ぐらい食らわした。どうされたの、ピン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 って目から出る。だっけ。んでちょっとね、この動画と動画の間で割とスパロボの攻略サイトみたいなのを見てたんですけどもね、見てたんですがいろいろ知った。まずこれ、このミサイル強くね、撃っとこう。ドリキャス版はPS2 版のスパロボアルファのあと1年後か2年後ぐらいに出てて、でまあ後発のゲームだからいろいろと可変、この変更が加えられてる部分とかも、そのミサイル、変更が加えられてる部分、改良されてる部分とかもいろいろあってね、全体的に難易度は上がってる？下がってる？下がってんじゃないかな。便利になってる部分が多いような気がした。難しくはなかったかな。ただ精神コマンドとかも結構変わって、あぶあぶあぶ、ここで銀で死んだら花がなくなっちゃう。これは良くないぞ。底力から発動してるけど、かわせるかな。怖い怖い、頼むぞ。そして幸せは犠牲なしに得ることができないのか、その答えを見つけるために戦うと。嘘だ。このジャイアントロボの詳しいストーリーを知りたい。ロボは世界を統一するために必要なものなのだ。世界を統一する、そう、世界をビッグファイヤーの名のもとに統一されなければならないのだよ。と、どうして？なんか理由があるんだろうな。なんか、何かしら理由が。しかも3体も。父との約束を。熱いな、ストーリーが。熱い。防御反撃をすると、普通 の, 攻撃力が下がるみたいなのを見た気がするんだ。だからこのまま行く。
なんとなく全力パンチ見たいんだよな。トロ臭くてもいい。防御反撃のダメージよりも普通の反撃の方が高いんだよ。なんか確か違ったか。じゃあもう一回検証しよう。ガオー、まぬけだ。いけジャイアントロボー。まだトロクサいくぞ。トロクサパンチいくぞ。いや長いね、一発殴るのに時間がかかるね。テレテンテンテン、テレテンテンテン。うん、ためてためて。一発、二発、左パンチ、そして三つ目の。近い近い。ゼリアモタ、マガモタ。6000ぐらいと見越しておく。やっぱ攻撃力が安定するね。安定しますね。てんててん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 。やめてよね、全力パンチなんてそんなにたくさん打てるあれじゃないんだから、やめてよね。ボロボロになっちゃうな、このまま戦い続けると。ボロボロに、ボロンボロンに。ユニークキャラが乗っている。ユニークなキャラクターの人が乗っている。テテ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 ン。おほおほ。なんとなく見とるな。ようねえな、別になんとなく見ることねえんだ。飛ばそう。ピン。いくら与えたんかわからん。これでは味方てててててて、れいらねえライディーンいらねえよ。たったらライディーンライディーン、愛だらけ空の果て見えたら、なな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 、ランナー、まあ湯気に乗せてどうせ言うんじゃないね。下手したら倒すぞライディーン。別に倒さんでいいのにライディーンが。こっちの方がいいか、まあいいか、試してみよう。でねねねってね、行くぞビーグだ。誰だ、誰やねん。ビーフデン、ビーフ団からしたらもう誰やねん、あなた。ニーダナナナナナ、ゴッドサンダー。そんな技あったっけ、ライディ。あ、変形してる。そのままゴッドバードで突っ込むよ。これは強いよ。サンダーボルトブレイカー並みに強いよこれは。一度雷受けてるから強くなかった。ライディーン体力低いな、5800しかねえ。どれぐらい食らうかな。ライディーン、ライディーン、ライディーン。あと一発食らったら死ぬな。うまい、下手したらクリティカルで死ぬな。その程度か、ライディーン、その程度か。ライディーン、この神宮寺とか育てたら意味あんのかな。パッパラパーン。全然回復しないんじゃが。
どうしよう、ギンレイさんで倒していい？幸運持ってるし。幸運と集中ひらめき。調子に乗らん方がいいかな。いや、いや、いいでしょう。ミサイルパンチがいいんか、ヘアウィップがいいんか、射撃系のキャラなのか、近接系のキャラなのか、射撃キャラ。行くぜ行くぜ行くぜ、ミサイルパンチの出番だ。でも知ってんだよな、銀霊ロボ1はまあまあ可愛いけど、銀霊ロボ2があんま全然可愛くないんだよな。それ考えたら別に育てる意味もないなって気持ちはしますが、パンチ。どこら辺がパンチなんですかね。クリティカル？よし。誰に？誰に？キューボスに？哀れな男よ。ここまでか。なぜ博士の始末はできなかったが、ちょうどいい時間稼ぎ、時間稼ぎしてた。あんまりお金入んないね。もっとくれると思ってた。全力パンチしたいな。全力パンチしていいですかね。まあ いや、キューボスから叩こう。パンチ、ただのパンチでいこう。オフ、バーン。まあ余裕よね。え、ライディンと戦うの？やめた方がいいんじゃない？ああ、ゴッドサンダー確かにいいや。オッケーオッケー、戦闘シーンオフでいいです。さっきをゴッドサンダー見たので。あんまり効かないね。威力控えめでございます。全力パンチかな。倒した倒した、一発でしょ。イエス。次これか。欲を言えばこの一発で倒したい。ゴッドゴーガンアルファバード、どうなんでしょうね。この光るってやつは、響き光るはどちらかというと射撃の方が強い。へえー、そうなんだ。じゃあゴッド交換効くじゃん。見ますか、ゴッド交換。てってれん、てれれってれん、てれれれってれん、だったった。どうこう。どこに紐あったの、紐。ピヨエン、音が。ほう。まあまあかっこいい、ね。あんま強くなさそう。うおい、すっげえ。すっごい効いたぞ、今。なんかね、射撃武器がね、結構ね、優遇されてる。射撃武器で遠くの敵を攻撃するとボーナスつかないんだけど、射撃武器で近くのやつ倒すとボーナスがついて強いっていう、そんなのが。どうしようかな。17、16、18、一番いいのは18か。ねね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 この鼻歌でジャスラックでしょ。格闘とかヘアウィップとか見てみたくない？
ヘアウィップ見ますか。せっかくなので。ヘアウィップを見てみようのかい。あんまり気にせずに育てていくよ。ペー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 、当たって。お？え？え？ウィッブ要素、無知じゃないんすか。お土産のところがそのまま伸びていってベシッて当たりってな、ウィッブ感がないんだが、制作者さんサイドもこれで正しいのか、スパロボが間違ってるのか、あのジャイアントロボの方が間違ってるのか気になるわ。すごく私気になります。ニキ何者、サンドロックやん。ガンダム連邦軍極東支部の方が数々の EOT 施設が存在する極東地区防衛の要、ここを破壊すれば連邦軍の戦力を大幅にダウンするはずだ。突出した戦力を持つアーカム隊、今はティターンズやネオジオンと戦っているからいいけれど、連邦軍やティターンズの体制に巻き込まれて僕たちの頃にその矛先を向けることになるかもしれないんだ。そう、すまん大作君、光君、先ほどの攻撃でこの基地の防衛システムが作動していない、なんとかして基地を守ってくれ。しかしだがな、しかしだがもう行動済みなんだよ。こっちはもう下手したら失敗するな、これこの作戦失敗するよ。うん、遅いね。お、今頃これ出す人数少ないね。6強いメンツを出すか、果たしてこうは出すね、こうは出す。うっそうっそも出すか、紙いいもの、レベル順ですわ、出す、選ぶなら V ガンダムも出そう、マジンガーは出さん方がいいだろう。どういうチョイスなんだろうな。あと4機、こう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 かな。正直寝てても大丈夫だと思うけどな。ライディーンも戦わせた方がいいのかな。軸はでもジャイアントロボで、ただ基地上にいればジャイアントロボ早いな、基地上にいればまあ EN は回復するでしょう。でライディーンをここまで進めて1個後ろになっちゃった。まあ大丈夫でしょう、このメンツなら。加速あったっけ、あるわ。加速、気合、気合と、これね超電磁ヨーヨーが当たらない、当たらない。じゃあ狙撃も使うか。まあ、使いたくないけどな。ほい、ほい、23。
23ではな。必中使うかい？使いたい放題だけど。使いたい放題だけど。はい、今ちょっと見てみよう。あ、これサンドロックの方がいいね。なんた、戦論ガンダムは森の中にいるし。見てみましょう。いや、見なくていいや。別にミサイルなんて見てもしょうがないわ。サンドロックのミサイルなんて。見てもしょうがない。飛ばそう。飛ばそう。なんかありそうだな。たったこれだけの敵と戦うためのマップではない気がする。さてどう動くかな。幸運はあるので倒しちゃっていい気もするけど。僕のサンドロック超電磁より当たるよね。 41%。 必中で倒すかなってとこだね。幸運これ倒すでしょね。弱いもの。んでガトリングガン当ててみるけど、嘘、アムロで当たらない。そんなに集中。連邦は敵、連邦は悪みたいな、そんな感じなのかね。そんな描写あったっけ。まあ、ディターンズが横行してるからか。ディターンズが連邦を牛耳っているから。連邦自体はこの世界ではちょっと悪者なんだ。なるほどね。どうすっかな、幸運。短いよ、近くまで来てさ。短いよ、その射程は。もっと伸ばそうや。ウーストに倒してもらおう。努力ないけど、ウーストに。まあ、この辺りで活躍の一つもしてもらうことには。ナイフしかないんだよな。まあ当たるも発見、当たらぬも発見かな。これ怖。急激には眠気が襲ってるな。スパロボを30分以上すると眠気が襲うという学術論文を出そう。学術論文サイエンスですよ。で、なんでだ。なんでそんなに効かないんだ。どういう理屈？どういう理屈？どこに今、どこに今、お、切り払い、かっこいい。どこに今あれだったんだ。ガシャンってこう着地したんだ。くれるかな。Stand up to the victory。いけー、メインメガ優勝、腕焼き払え。この戦艦系は海賊引き継ぐという情報を見てウキウキで使っている。メガ優勝、腕ほほほほほほ、さすがに倒すでしょう。
何？しまった。あんま聞かないね。終わり？15レベル。これで終わりでしょう。終わった？終わった。あんまり大して敵の数倒してないぞ。ほうほう。ではジオンに鉱山基地を奪われたんですね。この辺の話よくわかんねえな。ガンダムもしっかり知らないと。ティターンズの暗躍を阻止しなければ。そこで以前から言った通り、君たちアガンマ隊を正式に極東支部の所属とする。へえ。部隊名称は連邦軍極東支部所属第13独立外部部隊ロンドベル隊だ。ロンドベルいいの。エウーゴのブルックス推奨がどうのこうのってさ、ティターンズとエウーゴはあの敵対してるのにさ、そんな風な暗躍する部隊を。よろしいのですか。いろいろしてらっしゃる。お二人はどこへ。お気をつけて。僕がギンリさんを守る。それに女を守って戦うのは男の役目だからな。女だ男だ言いやがるぜ。だが俺はそれに同意をしていく。長い。しかも二人同じ声じゃないですか。へえ、ロンドベルね。ロンドンじゃないですよ、ロンドです。俺たち重戦機体の配属転換に伴いさらなる交流処分を解くそうだ。そうか。不満なのか、忍君。彼女が俺たちを裏切ると思っているのか。まあ本人が決めることだとか言うけど、そのせいでこっちの戦闘力半減とかだった。ジャイアントロボのことなんだけど。え、あ、そう。何を使って動かしてんだ。おう、原子炉なんだ。へえ。危ねえマシンばっか動かしてんな、みんな。基本的にロボットが原子炉で動くのはあれなのかな、あのアトムの影響なのかな。え？そうなのか。それにしても俺たちはあんな子供たちを巻き込んで戦争をしているのか。ああ確かに子供たちがいっぱいいるな。長い長いわ。ゼータガンダムのデータを再検討していたんだ。ゼータガンダム、ゼータは一体いつ来るんですかね。ああウィングガンダムの変形機構どうのこうか。彼はまたここへ戻ってきますよ。はい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 。いろいろぶっこんできてるな。退学手続きを開始。
あの翼を持ったガンダムに乗っていたのはあなたでしょう。なぜならあのガンダムが現れてからあなたは私と出会い、そしてこの学園に入学してきた。教えて、あなたは何者だ。言ったはずだ、お前を殺す。あなたがそれで人を殺すのを最後にしてくれるなら構いません。あなたは本当に優しい人よ。こいつは死んでくれた方がいいはずだ。逃げないでお願い、ヒロインですね、リリーナ。よし、じゃあここまでだ。あんまりお金稼げんかったな。まあ、まあいいや。最後に改造しとこう。ジャイアントロボにお金を次投入しとこう。こんだけ？ついでにパンチにも投入しとこう。めっちゃ上がるやん。何やこれ。めっちゃ上がるやん。ね。え、じゃあ全力パンチどこまで上がるの？ひぃ5700。それ見てみたい。一番鍛えた全力パンチ。ということで、まあここまでだな。ほんで花はまた別の、また次の動画でお会いしましょう。スパロボシリーズゆっくり上げていきます。大してうだつながらねえ実況になるかもしれないが、それでもまあ乗りかかった船だ。最後までやらねばなるまい。ほなまた。